おしょうです。はい、突然ちょっと動画回してるんですけど、あの3日前ぐらいに、まあ、深夜にちょっとうとうと寝ようとしてた時に、うん、いきなり DM で、うん、あの詐欺すんなよとか、うん、なんかジャニーズと繋がってるんですかとか、うん、なんかおい詐欺師みたいな、うん、うん、なんかいろんな DM が来て、うん、え、なんやなんやなんやってなって、で、まあ、これこれさんの方の動画で、うん、その時のリアルタイムで俺のことが名前が取り上げられてて、で、なんやと思って見に行ったら、とある女性が俺からジャニーズジュニアの人を紹介してもらった、うん、で、俺がその女性とバーで飲みに行ったと、うん、で、その時に俺がジャニーズの人を連れてきたと、うん、誰々くんとか、うん、わからんねんけど全然詳しないから、うん、で、その女性はジャニーズとつながってると、だから、うん、だからいろんな人に紹介しますよって、うん、私はジャニーズとつながってるんで、なぜかというと、まあ俺に紹介されたからって、うん、だからあの皆さん、合わせるためにまあこんだけの金額が必要ですよと、うん、って言ってお金を実際払った人たちがいると、うん、これこれさんのところで、まあ、実際にその女性が、まあ、ジョーブルー、まあ、その時名前は出せなかったみたいなんだけど、うんうん、コレコレさんが口を滑らしてみたいな、うん、で、あのジョーブルー、あ、みたいな、うん、で、おいみたいな感じでなってたらしくて、で、なんやこれはってなって、うん、俺そんなことない、ジャニーズと一切繋がってないしな、うん、うん、で、いや、俺繋がってないで、しかもその女性誰みたいな、で、なんかインスタの DM したっていうので、その DM がまず公開されてたらしくて、あ、俺いろんな人男女問わずめちゃめちゃ DM してるからもう覚えてないねんけど、うん、うん、けど DM してたみたいやねん、うん、誰って感じやねん、うん、会ったこともないねん、うん、やけど俺にジャニーズを紹介されたって嘘をついてるわけやねん、うん、で、それを通してビジネスにして、で、ジャニーズに合わせますよっていうのでジャニーオタの人らとかが実際にお金を払ってんねんな、うん、で、結構なんかそのインスタのストーリーとかでも結構、まあ何合わせんの何万みたいな、うん、うん、で、その人たち、ジャニーズの人らとかがバーに行ってると、そのとあるバーも紹介しますよと、そういう感じで、なんか仲良くなる方法とか、うん、なんかそういうパッケージして売ってるみたいな、一個の情報商材みたいな感じで売ってるんや、それが芸能系の人らとつながるみたいな情報商材で、その信憑性を持たすために実際にジョーがそれを紹介してくれた、うん、で、こういうメッセージがありますよっていう風に、うん、ただ俺はメッセージした覚えもないし、うん、まあそれは忘れてるだけかもしれんけど、絶対会ってないわけやんや、うん、で、ジャニーズとはつながってない、うん、昔ジャニーズやった方は実際あのプライベートでご飯行かさせてもらったりとかあったけど、もう卒業してみたいな、すごい大御所の方なんで名前出せないですけど、うん、そういうことあったけど、一切俺絶対そんなん気軽に紹介せえへんし、うん、しかもそれを通してお金を稼いでるみたいな、被害者の会みたいなのがあって、実際その被害者の方々がコレコレさんの動画にどん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 出てきて、うん、で、実際ジョー君どうなんやっていうところで多分いろんな DM が来てて、うん、まあ、明らかに風評被害なわけやね、うん、実際そのコメント欄でジョブルめちゃめちゃ叩かれてて、うん、もう俺寝起きの状態でこうやって見てたら、うん、え、どういうことやって、うん、まあ、飛びに行ったらちょくちょく叩かれてて、いや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 って、めちゃめちゃ風評被害やし、しかも俺の名前を使って、で、実際にそういうことをやってたとしたら、もう俺、これ完全詐欺やと思うから、うん、やったとしたら、もう俺訴えようと思ってんねや、うん、今この時点でな、うん。だから今日実際に弁護士に俺相談しに行ってん。うん、で相談しに行って、いろいろ話してて、まあ実際訴えることはできると。うん。うん、だから、これ一つの俺は注意喚起やと思ってて、この動画、うん、だから回そうと思ってんけど、なんでそうやってそんな人に対して、まあ、お金を払ったんかっていうのが分かれへんねんけど、うん、ただまあフォロワーが多いとか、うん、あとその信憑性ある情報とかを結構投げててんやろ、うん、ストーリーとかでつぶやいててんやろ、そうそうそう、どんな感じのストーリーやったのそれ、なんかまあ実名出していくらとか、あとはなんか過去に一緒にライブ配信してたりとかっていうのもちらっと、あ、実際つながってた人もおんねや、いるみたいで、うん、なるほどな、で、それでなんかグループ LINE みたいなところに一回メルマガみたいなところに一回登録してもらうねんな、それ自体にもお金いるんやろ、それもあるんですかね、うん、なんかグループ LINE QR コード載せて5000円とか、うん、この人に合うんかどうかわからんけど名前出してこれ2万、うん、この人何万とか、うん、そうですね、で、そこに多分俺の名前も流してたんかな、うん、うん、
で、俺とのやり取りがあったから、だからこの人に紹介してもらったよ、うん、何々さんはとかっていうふうに、まあ言ったら俺はそこの、まあ、詐欺行為みたいなことに俺は名前を使われて、うん、しかもそれでコレコレさんの方にも言われて、うん、何かわからん風評被害を受けてるっていう構図やって、あ、もうこれ完全にもう訴える案件やなと思って、うん、やし、そうやって被害を実際に受けてる人たちがいっぱいおるらしいね、うん、で、総額で言ったらなんか伊勢間近いみたいな、うん、ことをそのコレコレさんの方動画で上がってたけど、うん、これやばいなと思ってて、なんか芸能人に合わせる詐欺みたいな、うん、うん、合わせますよって言って、で、実際その信憑性ある情報かなんかわからんけど流して、え、これだから会いたい人たちはたくさんおると思うね、ほんそんなジャニーズに会えないと俺も会いたいし、うん、うん、やけどやっぱ遠いスターたちなわけで、だから応援したいとか推しになってるとかあんねんけど、それは推しのことを知り合いっていう人が目の前におってストーリーとかで流してんやろ、うん、しかも金さえ払えば会えるみたいな状況ってわけやんな、出会い系とかの手口に似てんな、うん、言うなれば出会い系サイトとかで昔バーン登録して、俺高校生の時とかに、で、なんかポイントとかいいねん、メールとかするのに、うん、でも初めいらんねん、うん、初め登録したらなんか100ポイントとか1000ポイントとかついてて、で、なんか待ち合わせ場所とか決めて、で、待ち合わせ場所いざ行くってなって、お、行きますよってなった時に、うわ、ポイント切れたってなって、そのうわうわ、でもとか思って、その時俺握りしめた3000円をなんかコンビニで払って、うん、ポイントバーンやったら結局会われへんっていうので、もう半泣きなってレジのおばちゃんに大丈夫って言って、お姉ちゃん大丈夫って言って、でもその今払った3000円も返ってけへんし、なんかわからんけどポイントだけがまた削られていって、結局会われへんやんけっていう、その手口と一緒ってことやな、目の前で会えそう、でも会えるんかな、どうなんかなって中でお金さえ払ったら、なんかわからんけど情報も勝ち取れて、いや、これとんでもないやつやな、え、しかも1回とかじゃないやろ、なんか過去にも取り上げられてて同じような案件で、でもなんでそのフォロワー多いん、だからまあそういうないなあるんでしょうね、一緒に写ってるとか、うん、いやでもほんまに実際風評被害は受けたし、なんか言われのないことを言われ続けてて、で今もポツポツ DM 来るんですよ、うん、で、まあ、俺コレコレさんの方で実際に動画に出演させてもらって否定をして、まあ一個その事実っていうのは、うん、しっかりと俺は証明できてんけど、じゃあその後にその人美穂って人はやねんけど名前、うん、その人がじゃあ嘘でしたごめんなさいみたいな感じやな、まったんかどうかわからんけど、うん、嘘でしたみたいな、うん、でちゃんちゃんで終わらせれるわけがないやんこっちからしたら、うん、うん、そんな平気で嘘ついてさ、うん、しかも実際それでお金巻き上げてるわけやろ、いや俺許されへんなと思ってこのままじゃ、うん、うん、だから気ぃつけてください本当に、うん、実際にそれで芸能人で会えるとか言ってなんかインスタ見ただけで判断したらあかんし、うん、インスタのストーリーとか見てこの人と繋がってるんだ、だから会える、フォロワーも多いや、だから会えるとは思わんといてほしいし、うん、しかもそこに金銭は絶対発生せへんから、うん、うん、だってジャニーズがそんなことするわけないや、うん、しかも名の売れてる人たちがさ、しかも数万とか分からんけど、うん、もらってとかとんでもないやつがおるもんやなと思って、だからこれどうにかせなあかんなと思うし、うん、もうこれは一つこの動画を見てる人たちは例えば芸能人に会えるっていう情報があったとして、それでお金が発生するってなったら絶対行かんといてほしいし、うん、俺はまず絶対そういうことはしません、うん、はい、友達とかで芸能人の人がいますってなって、うん、そんな友達を売るような真似は俺絶対しないんで、そこは信用してください、うん、まあ、いろんな人に DM は送ってるから、うん、普通に男にも普通に返すし、うん、うん、まあ、いろんな DM あるから全員には正直言うと返されへんけど、だからいつしか返した人なんか分からんけど、でも DM 消えてたから分からへんねや、うん、しかも会ってないし、うん、うん、ちょっといや結構俺は、うん、実際その時にめちゃめちゃ腹が立って、うん、あ、もうこれちょっとマジで訴えたろうと思ってて、うん、だからこれ多分見てると思うね、うん、その美穂って人、うん、うん、ちょっと何かしらあの誠意ある対応、まあ、謝罪なりなんなりマジで俺を訴えてようと思ってるから、うん、で、なんか身分証とかもなんか割れてるみたいねんけど、うん、なんか割れてる、上がってたんやったっけ、うん、その被害者の会の人が持ってるんかな、うん、うん、やったら訴えることもできるし、うん、まあ、別に金が必要とかそういうのもじゃあ全くないけど、そうやって反省の色がないってことやから、一つの戒めとして実際反省してもらわなあかんなっていう、そんだけ被害者の人がおるんやったとしたら、うん、
っていうことなんで、あのまず誠意ある対応をよろしくお願いします、うん、というのと、あの被害者の会の人らに実際自分が悪意ある行動を取ったと思うんやったらちゃんと返してください、うん、まあ、当たり前のことなんで借りた金は返すとか返してほしいって言ってて、自分がその非を認めるんであればしっかり返した方がいいと思うし、うん、まあ、金ないって言っても返す誠意ぐらいは見せれると思うね、うん、うん、じゃないとこれ捕まってもおかしないと思うねんな、うん、普通になやってること自体がおかしいと思うし、てか誰も訴えてないの、いやどうなんやろ、うん、でもそんな会ったこともない人間の名前なんかそんな感じで簡単に使えるもんなんていう神経が俺にはちょっとよく分からなくて、うん、うん、どういう感情でそれをやったのかどうかっていうの、うん、だからまあ俺もそういう風になんか言われない、なんていうの、不評被害っていうのを受けてるので、うん、はい、とても腹を立っています、はい、なので、この動画を通してそういう人がいるんだ、そういう実際手口で、うんうん、お金を払ってしまった人たちもいるし、うん、払わせた人っていうのがいるっていうことを、皆さんにも知ってほしいし、こういうことがもう二度と起きないようにということで今回のこの動画を撮ることにしました、うん、はい、そのみほっていう子に関してはなんか対処しようかなと思ってるかな、うん、まあ訴えるっていうのが一番早いかなと思ってるんで、うん、進めていきたいなと思ってる、うん、なのでおい見てんねやろ、早く DM 謝罪なりなんなりしっかりと反省を示してください、うん、はい、そんな感じですかね、はい、はい、皆さんは気をつけてください、うん、そんなありえないことをする人がいるんだって、まあお金に困ってるのかどうかわからんけど、割と見たらなんかしっかりとなんかフォーマットがあって、うん、うん、ここに登録すればみたいな、一つの情報商材を売る手口と本当に似てるというか、うん、ステップアップしながら、うん、直接コンサルしてレクチャーしますよみたいな、うん、その人のバーに行ってコミュニケーションをどうとやり取りするかみたいなことまで書かれてるっていう、はい、そんなことは俺はやってませんっていうことで、ここで完全否定しておきたいなと思いました、うん、はい、すいません、ちょっとこういうわけわからん動画を撮ってしまって、でもなんかすごく俺自身はあの腹が立ったし、皆さんにも気をつけてほしいなっていうことでした、はい、明日からも楽しい動画を公開していきます。